僕はこの子のことが好きなので、やはりこの子も僕のことが好きなのだと。でも僕の体はこの子をどうしても拒絶してしまうようなので、そうまたこれだ、こんなのばっかりだ、こいつがまたどうしようもないんだ。猫アレルギー、猫アレルギー、君が中まで頬吊りしてみたいのにさ。してくれたんだ、ダメだと思うからダメ、無理だと思うから無理、やればできる、なせばなる、やってみなきゃわかんないもんね。いろいろ試してみるさ、今から少しずつ体を慣らしていこう。猫のご飯を食べ、猫の言葉を話し、してしまうようなので、やはりこの子の体は僕のことをどうしても受け入れないと思うので、僕アレルギー、僕アレルギー、どうしようもないんだろう、知っているさ、よくよくよく知っているさ、でも抑えつけるんだ、やっつけるんだ、君の僕アレルギー、僕アレルギー、本当は君だって触りたいんだろう。本当はもっと苦しみたいんだろう。